アッシュレディオ。さあ始まりました、アッシュレディオのお時間です。さあ始まりました。おはようございます。おはようございます。いやいい朝ですね。なんか素敵な朝になってきましたね。いややっぱり過ごしやすい気温にもなってきましたし、金木犀の香りがしたりしなかったすごいすごいね。秋の訪れを感じさせるランキング1位、当時の詩人みたいなこと言ってますよね結構好きなんですよ、金木犀の香りが。僕は金木犀の香りっていうことが好きなんです、はい、いやいや、金木犀の香りそこに酔ってるわけではなくて、いやなんかそう、中学生の時はすごい印象が深いんですけど、すごい金木犀が多かったんで。いや僕は今何が最も素晴らしいと思ったかっていうと、はい、ラジオっていうこの媒体を通して、あ、はい、香りの話をしたでしょ。はいはい、これはなかなかねこれは、はい、皆さん聞いてる方は、はい、そんなにすごいことかと思うかもしれないけど、あ、僕もそう思っちゃった。そんなでしょ、そんな、これはね、うん、素晴らしいライアンのなかなかこう見せつけてきたね。おー、まあそれで多分結構本は好きなんで、そのなんかの表現みたいなのは素晴らしいね。電通で僕はコピーライターやってたんだけど、はい、クリエイティブ局のコピーライターって、はいはい、そのテレビ CM の CM プランニングとかってなかなかできないの。それこそ、はい、もう10年目とかならないとなかなかそういう機会って巡ってこないんだけど、はい、じゃあ新人何やるか、何やると思う。新人は比喩的な表現をもう投げまくる。あー一番典型的な違いますね、コピーライター勘違い確かにそうだ、そういうイメージはありますね。まずはもう投げまくって、そのこの一つのことを何とこう表現する。ああそうですね、比喩的な表現で美しいってなっていうのが、あーそうですね、奥ゆかしいっていうのが何ていうのかみたいな、はい、それは言い方っていうのはコピーライティングとしてはちょっと結構ねキモいとされること。ああそうなんですね。まあ、でもそれが何だろう、一番最初にそのコピーライターの入門編として、はい、その言い方じゃない。うーん、これお笑い芸人とすごく近いんだけど、はい、その面白い人ってさ、言い方面白いじゃん。ああ、はい、面白い感じますね。でも言い方じゃないんだよ。内容ですか。言い方じゃない、切り口なんだよ。例えば、はい、最近やったら千鳥のノブってのが流行ってる。はい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 、癖とかあれは癖っていうことよりも、はい、くせって言われて、あの言い方がすごくなるほど、なんだろう、そういう、あのそういうのでね、そう、言い方が、はい、がすごい特徴的だから、みんな言い方を真似するんだけど、でも、はいはいはい、面白さってのは言い方じゃないんだよ。あれはなんだろう、最終形態だって、はい、言うタイミングだったりとか、あ、そもそも何を言うかとか、はい、何を受けて何を表現するかとかっていう、そこの、これは業界的、コピーライター的には切り口って言うんだけど、はい、切り口が素晴らしいんですよ。へー、コピーライター的なその、あ、まあ、CM とかもそういうことですか、間合いとか。あ、CM はね、ちょっとまた特殊なスポーツで、ね、あー、また違うんですか。だってコマーシャル、テレビコマーシャルなんか、はい、ぶっちゃけクライアントがテレビコマーシャル売っても何でもいいんだよ。まあ、そうなんですね、極論、うん、はい、だってゴールデンタイムの枠を1億円とか2億円で買っちゃえば、はい、何流してもうん、なんか CM になっちゃう。はい、まあ一つの形にはそうです、なりますよね。ただ、なんだろう、これは僕が電通に入ったのは10年ぐらい前かはいに、アッシュレイディオでもよく話をするのは、そのカンヌを勉強しなさいって。その日本っていう商習慣、はい、商売の習慣、慣例に合わせて成熟しているものじゃなくて、そのグローバルっていう視点で何が、なんだろう、人種、文化、関係なく人間に刺さってるのかっていうのが、やっぱその国際的な賞なわけよ。はい、そっちを見ないと、それってなんか日本には面白いってなるけど、うん、はいはいはい、文化が違う人からしたら面白くないよっていうのは果たしてどうなんだっていう、そこを理解した上で逆に日本文化だけを狙いに行くっていうやり方ももちろんあるんだけどね。はい、さあ、まあ世界的に評価されているものを知らなかったら進めないだろうっていう、切り口の視野がないというか、はい、いや、コピーライティング的なあれはスキルなんですか。なんか結構才能なのかなって思ったりもしちゃうんですけど、あ、まあ、電通的に言うと、はい、才能の方がでかいって言われるんですよ。だからその才能テストかな。ああ、才能テスト、だいたい才能テストを受けた 5% がクリエイティブにこう認められるんだけど、はい、
まあ、もちろんそれはまあ最低限あるっていう前提の上でいくと、うん、なんかその言い回しとかじゃ切り口、はいはいはい、それをなんだろうな、これを表現したいって言った時に何を引き合い出すか、はい、言い方じゃないんだ。まあ、でもその引き出し、いやでもそれこそお笑い芸人さんはすごく頭がいいなっていうふうに思ってて、その、まあ、引き出し表現とか、まあ、例えツッコミなんて最たる例というか、うん、そこ の一発芸とかじゃなくて、例えば、まあ、いわゆるバラエティロケとかバラエティとか、うん、あそこで面白い人っていうのはきっとなんか人生多分仕事してもすごく、そうなんです、はい、やっぱり基本は大喜利だからね、うん、なんていうシチュエーションで、はい、みんなはこう言って言ってくるんでしょ、みんなはこう考えてるんでしょ、はいはいはい、ってことを理解した上で、はい、そこをずらしに行かなくて、でもずらしすぎて何言ってるか分かんなくて、いやそこのバランスがすごい難しいなっていうのを、はい、で実はそこは言い方とか表現の仕方だけでやっちゃうとすげえ事故る。あいやでもやっぱ最近はもう面白い人というか、うん、社会人になればなるほど、学生時代はいわゆるイケメンとか可愛い、うん、モテるっていうイメージだったんですけど、うん、社会人になってくるとそれだけでは足りないというか、もはやイケメンをに勝てるとしたら面白さだっていうふうに最近は感じてまして、ね、ここはもういくらでも見かけるなっていうやっぱりヤマピーには見た目では絶対勝てないんですよ、どう頑張ってもやっぱり。ただ勝てる可能性があるとしたら筋肉と面白さ、筋肉は見た目じゃないのそれでいくと努力できる範囲ってことですね。あ首から上、まあ整形すればなんとかなるっていう話はちょっと一旦置いといて、なるほど、ね、はい、まあ、首から下はまあ努力すればなんとかなる、うん、プラス面白さっていうところで、だから僕はお笑い芸人の方 の奥さんが可愛い綺麗な方が多いっていうのはやっぱ夢があるなっていうのはすごく感じてます。なるほど、それはちょっと真偽だね真偽ですか、それは真偽で別の意見がありますか、例えば、あ、いや、ありますか、島さんって。あるあるある。あ、じゃあお伺いしたいです。経済力。あー、経済力は確かに必須ですよね、うん、確かに面白いから、はい、じゃあ、自分が女性だとしてね、はい、めっちゃ面白い、この人マジで面白いって人と、はい、まあ、面白くはないんだけど、お金持ってる人、うん、もちろん、こっちを選ぶ人もいるし、こっちを選ぶ人もいるんだけど、はい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 、それは果たして普通に自然競争でバンとマーケットになるから、どっちに集まるのかなっていう。まあ、パーセンテージで言ったらあれじゃないですか、経済力じゃないですかね。だとしたらさっきのロジックは強いじゃないですか。あ、僕のロジックは面白さとかっこよさっていう、そこの天秤です。両方とも経済力は平等のっていう大前提のもと、顔と面白さ、あどっちの方が経済力は同等です。でもライアンは別にそんなにブサイクじゃないからねそれはちょっとねひどい話で、いやそれは嬉しいお話ですけど、いやまあでもひどい話、あひどい話だって女性で言ったらさ、はいはいはい、めちゃめちゃ美人と、はい、普通に可愛くて面白い子、うん、ああそうっていう天秤はさちょっと不利じゃない。確かにそれはまた変わってきますね、うん、なんかめちゃめちゃ美人で、はいはい、もう、うん、めちゃめちゃブサイクでっていうのはなかなかないんだけど、ああ、でもめちゃめちゃ不細工で面白かったら、はいはい、それはもう稼いでるよその人。ああ確かにそうですね。黒沢和子とかさ、はい、まあブスかっていうよりもなんかその体型が特徴的だっていうだけの話です、まあ、どちらかというとまあそうですね。ユリアンとかね、はい、全然いい。うん。ということで議論にならなかった。そうですね。そんな話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。